倉林明子くん。ええ、日本共産党の倉林でございます。えー、今日は本当に、あの、こんな時間までですね。あの、お付き合いいただきまして、私、あの、最後のバッターでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。えー、最初にですね。ええー、花又参考人にお伺いしたいと思うんですけれども。今、本当にコロナの。 影響でですね、大変な状況が広がっているっていうふうに思っております。で、先ほどあのご紹介少しありましたけれども、あの認知症や家族の認知症の方、家族の方、当事者の方にあのお声を集めていらっしゃるということでもありますので、ぜひ生のですね、影響というのはまこれこれからさらに。 広がるかとも思ってるんですが、生の声でぜひ知っておいてほしいというあたりをご紹介いただけたらなと思うんですけれども、お願いします。花畑参考人 はい、ありがとうございます。あの非常に多岐にわたって実は寄せられています。で、えっと一応あの一覧でまとめたあのものもお持ちしてるんですけど、これをランダムによるよ読むよりも特徴的なものをご紹介できればいいかなというふうに思っています。で、まずえっとこれもう読ませていただきます。認知症の人を尊厳を守るためには優しい介護が不可欠です。 家庭で介護する人々にとって心と体の休息,でき休息ができるデイサービスやショートステイ、訪問看護はそのために不可欠なものです。コロナ感染の影響で介護崩壊が始まっていますが、これらのサービスがなくなることは、家族の会が目指してきた理想や認知症の人の穏やかな最後の日々を奪い、本人および介護家族がひょっとしたら、 死をも覚悟しなければならないような状況に追い込む危険性をはらんでいます。ぜひ、介護崩壊を起こさないために対応策を国にも申し入れてほしい、あるいはコロナのニュースで、最後の救命法のエクモや人工呼吸器におけるトリアージのことが出ていますが、認知症を含む障害者の扱いがとても気になります。またた感染した認知症の人の人 扱いが難しい、マスクを外すとか、徘徊するとか、手を洗ってもらえないというレポートもありました、こういったことがどのようにあの広がって、蔓延しているのかということについても把握してもらいたいという方ですね、やはりそのこれまで特養に入所していて、毎日のように通っていらした方が、もう3ヶ月近くあの面会に行けてない。 ご飯ちゃんと食べているのかな、口腔ケア大丈夫かな、多分こういうところは、家族さんが毎日出かけてフォローされていたんだと思います、先ほどから出ている介護の人材不足のところもそうです、施設の中ではやはり手が足りない、ましてコロナ禍の中で、あの場合によっては、学校が休みになったから仕事に出れませんというあの介護職の方もおられたでしょう、ますます厳しい人員配置の中で、特別な あの対応するというのは、もう施設の,あの,、えー、ケ,アあのケアワーカーさんにとっては過酷な現状があったと思います、でその中で、えー、こういった家族の支援、目に見えない支援もあの出入り禁止で受けられていない、あるいは地域の方がボランティアであの簡単な洗濯物を畳むとか、そういったあの。 あのボランティアもたくさん入っている施設さん、大勢あったたくさんあったと思うんですけど、そういうところも出入り禁止になってしまっている、中も結構シビア、それでいて家族も行かれない、心配というのはもう圧倒的に多い声としてあります、あるいは急激に BPSD というか、困った症状をばーっと引き込まれたために、施設のスタッフだけでは対応しきれないので、どうしても精神科の薬をもらってきてくれと。 これもまた家族にとっては倍心配なところなんですねで。そんなような声等々がたくさん寄せられているところです。長くなるのでこの程度で申し訳ございません。はい、以上です。倉林雅紀君。あのリアルに伝わる中身教えていただいてありがとうございます。あの経営的な側面から今介護事業所の経営的な側面から言うとお話もあった通りで、あの通称。 系だったり訪問系だったりっていうところが本当に大きなあの減収っていうことで、あの介護崩壊っていうことが経営的な側面からもこう広がるっていうような状況を大変懸念してるんですね。あのそこでねあの有識参考人にあのお伺いしたいと思うんですが、あの公的ヘルパーのあの導入については本当にそういうこと考えないといけないなと。 なり手も含めてなんですけれどもあの、サービス提供者がいなくなっちゃうということで、一つの提案としてあの受け止めさせていただきました、で今ですね、そのコロナで、二次補正で評価できるところも書いていただいたんですけれど、最も大事だと思っているのは、あのこういうほっといたらその潰れてしまうような介護系やあ訪問系や通所系のところを、損失補填するっていうような支援をね、 きっちりする必要があるんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺どんな、どんなふうにお考えでしょうか有参考人、はい、ありがとうございます。あの先生のおっしゃるとおりあの、ある程度、損失補填は予算的に必要だと私も思っています、で特に、えー、やはり一番はヘルパー事業所のところは非常に危機的だと思いますので、まあ、そこは重点的に必要かなと思います。 倉林明君花俣参考人にもあの同じようなことなんですけれども、やっぱりその介護サービスが現状では受けられないというか、利用の抑制もあって、ですねその影響もすごく懸念されると、あの施設のところでのめ家族が面会できないから影響出るというところへんをリアルに語ってもらったんですけれども、今、その受けられていたサービスが在宅でも受けられないと。 いうことが、どんな影響が懸念されるでしょうか。はい、花畑参考人。はい、ありがとうございます。あの、えっと、受けられない、受け、うんと、例えば営業所が、あの、休止。きゅう、事業所が休止になって、受けられない方ももちろんいらっしゃいます。だけど、あの、コロナ感染で、もし何かあったら困るというので、利用を自粛されている。 ご家族さんの意思でというところも結構あるんです、それから3密を避けるために、事業所さんが1日の定員を減らしてらっしゃるところもある、でつまり1日の定員を減らすということは、あの丸目感情のサービスでない限りは減収になってますよね、でそれがずっと続いていったら、結構厳しいかな、まして小さい事業所さんは大ダメージかな、それと加えて、 あの感染症対策もしなくちゃいけないわけですから、それの経費も相当かさんでいるだろうというふうに思います、それから、えっと、利用できないサイドにとっては、もうまさに、あの特に認知症ケアについては、人と、ね、ソーシャルディスタンスなんて、えっと、距離を保てというのは、これはもう大ダメージですよね、そば、うん、に寄って、正面から向き合って、目と目を合わせてって言ってるのに、それ全部アウトなわけですからそれから。 えっと普段ん、家族さんが施設に行って、外のお散歩を連れ出してとか、手形、回らないところをフォローしてみたいなことをやっていたのも全部アウト、それからただでさえも、外に出るのが億劫になる、通称に行くことで、何とかその ADL をこう維持されていた方も利用回数を減らす、あるいは、 えー、だんだん意欲がなくなってしまうということもありますので、まあ、こういう意味でもかなりシビア、それからさっきローロ、老、えー、とヘルパーさんが高齢化しているというお話も出ました、ヘルパーさん、高齢化している、つまり高齢者はコロナ感染すると、すごく重篤化するリスクが高いと言われている、今度はヘルパーさんの家族さんが、もうそろそろいいんじゃないの、もうそろそろやめればって言って、人がいないにもかかわらず、そういうベテランのヘルパーさんが今回、お辞めになったり。 休業されていいるる方も実はいらっしゃるんです、すおうちに来てもらわないと何が困るって、デイに行ったり、ヘルパーさんのおかげで、ご家族さん、仕事に出れてたんです、これもだめになっちゃうんです、子どもさんが学校行かれなくて、おうちにいなくちゃいけないレベルじゃないんですね。で、普段専門的なところで、専門的なあのスキルを持って見てもらっていた方が、今度、家族だけが向き合うと。 もう摩擦の起き方というのは半端じゃないですから、からこれで状態も悪くなる、もうその実際、身体面も、それから物の,の,の面でも、まさにあの事業者にとっても利用者にとっても,も、このままだと崩壊するのは時間の問題かなという危機感は確かに持っております。以上でです倉子、はい、あんまり時間もなくなくってきたので、えっと、最後お三方に ぜひ伺いたいと思いますのはあの、医療も介護もそうなんですけれども、今度のコロナを経験して、あの給,付と負担のあ給付と負担のバランスだと持続性が、えー、持続可能な社会保障が必要だということで、ずっとあの行われて、政府によって行われてきたのが、給付を抑制し、そして負担は増やすっていう。まあ 介護保険は20年その連続だったと思うんですけれど、コロナを経験し、この脆弱な社会保障体制でいいのかっていうあたりが、大きく問われるんじゃないかって思いを強く持っております、ぜひそれぞれの方、あんまり時間なくて申し訳ないんですけれども、コロナのあと、日本の社会保障っていうののありようを、どんなふうに考えて。 行こうと思っているか、行くべきだとまあ、ご教示をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、樋口参考人はい。ありがとうございます。<laughs> まあ、いろいろあります。けれども、私は今回のコロナ禍の中で、えー、浮き彫り大きく浮き彫りになったのは、支援者支援の必要性という視点だと思います。ともすると、そのサービスをの受け手に焦点を当て、その。 ためにその質の良いサービスを提供するために何が必要かっていう観点からの供給体制の整備っていう面があのやはり強かったのではないかっていうことを改めてあの思い知ったというか支援者をどう支えていくかっていう視点ですねそれはあの、まあ、家族も含まれるかと思いますがあの相談支援の支援者あるいはその、えー、な事業者ですよね。それをしっかり 労働条件も含めていかに支えていくかということをこれから真剣に考えていかなければいけない特に医療保険分野で言えばやはり公衆衛生的な観点が疾病構造の変化の中でちょっとあの抜け落ちていたというかそれは日本の社会保障の進歩でもあったんだけれどももう一度戦後の,あの感染症対策伝染病を予防というところに 立ち上った対策がもう一度求められているということを感じる次第であります。ただ一つあの、えー、期待したいのはあの昨のテーマでいうと地域の中に今まで地域と職域っていうの分かれてたんですけどこのこれを契機に地域の中に職場っていうのがこう入ってきて若い現役世代も含めた 地域っていうのが、もう一度作り直される可能性があるかなっていう、そこは期待しているところでありますす以上で優木参考人。はい、はい、ありがとうございます。えー、1点だけ、えーと 疑、まあ、似的市場で,です、ね、介護保険や契約主義で、まあ、ある程度、福祉って成り立っているんですけれども、まあ、今回のような問題を機にです、ねまあ、市場もメリットは非常にありますが、やはり公共性というか、公共財というんですかね、そういうところをしっかり見直して、あのやはり市場とです、ね、公共性のバランスを今後考えるいい機会だったと思います、以上です、はいはい、花俣参考人。はい あのやはりあのえっ、ー、と介護保険の改正に伴ってですねあのいつもいつもその軽度の方のあの 支援というのはえっと過応じられてきたというふうに思っているんですけど、まさに今回のコロナでそのいかに在宅を支える基本的な通所介護であるとか、それからホームヘルパー、訪問介護のあのサービスの重要性というのははっきりしてきたというふうに思っています。あのこの2つはターゲットにされてきたんですけれども、ここの充実をこそ本当の意味でのあの介護予防であったり。 えー、共生社会の実現につながる、えー、重度化防止につながるというふうに考えていますすべ、えー、ての議論の前提になっていた持続可能な制度という数字のデータもちょっと根底から覆っているような気もいたしますのでこのあたりについてもう一度あの根本から考えていただければというふうに考えております以上です、はい、黒橋昭子君小川、はい、さん本当にありがとうございました参考に質疑に臨みたいと思います、はい、終わりますはい 以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆さんに一言御礼を申し上げます。参考人の皆様には、長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。 本日はこれにて参会いたします。